こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、やっぱ電子ドラムで、防音ってどこまでできるんだっていう話なんですけど、やっぱりこう、お住まいがこう団地だったりとかマンションだったりとかすると、やっぱ下に音がめちゃくちゃ響くんですね。特にバスドラドンドンって足でこうドンドンって踏んだところで、すごいこう音量がこう下に響いてしまって、まあトラブルになるっていうことが多いので、でこの間、ちょっと検証したやつなんですけど、タマのこうやつですね、こちら、白井ミュージックさんの方で、関わせていただきましたが、こういうね、プチプチがついてて、こうやっぱこういうクッションがあることによって音が吸収されるっていうことなんですけど、これ下の階で聞くとね、全然やっぱりこう変化があんまなかったんです。ただこういうところで後でもやるんですけど、普通に何もなくてやるとガチャガチャガチャっていうことに対して、そこがすごくマイルドにはなるんですね。だからまあ部屋の中での防音ではかなりいいんですけど、下に階に対する響きってのはやっぱあんま薄れなかったんですね。なので板を買って、そこにですね、こういったこの今回はこうバランスボールのこの手のやつね、そんな分厚くないやつが、でこれ2個セットだったんで、これを4個買ってきて、で板を挟んでどれぐらいこう防音効果があるのかっていうことを、まあ、作りながらやっていきたいと思いますので、で騒音メーターみたいな、騒音計みたいな、何デシベルってやつで、まあ、iPhone のやつなんでどこまで正確か分かんないですけど、まあここの部屋で聞いた感じと他の部屋のやつをちょっと比べて、隣の部屋と下の部屋でどれぐらいの防音の効果があるかっていうのを検証していきたいと思います。それではやっていきたいと思います。はい、それでは始めていきたいと思います。これ電子ドラムセットがあります。で今これ、まあ、iPad と iPhone2 台で、一応その騒音計をこう、測ってみます。で大体 iPad に合わせて大体同じぐらいのにしてます。大体こうやって喋ってると60ぐらいですね、60デシベルぐらいだと思います。で、まあ、ドラムセット叩くとロックとかだ、こうヒールアップで叩くと、これはまあメッシュにしてあるので、まあでもジャズで演奏するときっていうのは大体これぐらい、ヒールダウン。スニアだと、まあ、この70弱ぐらいなんだけど、ここでいくとやっぱ75ぐらいいっちゃうかな。この足のパッドのやつは随分違ったんだけど、思いっきり踏むと大体80ぐらいいっちゃうってことですね。80いくと、まあパチンコ屋の店内ぐらいのうるささです。実際にこれあのカメラで撮ってる、はい、でこれで、一旦はい、これで同じように叩いてみたい。まずロック系からね、ジャズ、ヒールダウンとスネアだけ、はい、これで一応まず下の音と、上での音の検証をしてみたいと思います。今回はどういうプランかというとですね、このスノコソフトで軽いロイヤルスノコってやつを買ってきました。クッション的なものがなければいけないので、まあ、これはなくてもいいかなと思ったんですけど、これとこれにこの板で、この板はまあ一見の 180×90 ですね。この一見の板をちょっとど真ん中で切ってもらうと90-90になるんですよ。ちょうど90-90なので、こいつにこれを乗せる、ね、でやっぱりこうクッション的なものがあるといいということで、いろいろ調べてみたんですけど、こちらの方のねペダルのこれもそうですけど、ここにこういうクッション空洞がついてる、そうこれがやっぱり一番こう、まあ、振動に対比になるということでですね、こういうこのバランスを普通に使いたいんですけど、
ど、まあこれぐらいでちょうどいいんじゃないかなと思うんですけど、これを四隅に引いて、さらにこれをもう一枚でやってみる。だからまずはこのすのこと板で検証して、でこれを乗せて検証して出るのをやってみたいと思います。ではちょっと施工していきますね。それでは、できましたので、スノコボードとこの板だけですね、ちょっと上がった感じのやつで、まず演奏していきたい。やっぱバストラがやっぱ80ぐらいですね。70台ぐらい、やっぱ このパッドの音がやっぱ70超えちゃいますね。でメッシュだけでやるとやっぱり、まあお話ししてるぐらいの感じになるんじゃないかなっていう、そういった印象ですね。はい、これでやっぱり一番響くのがやっぱバストラのドンドンなんで、やっぱまだこれかなりドンドンいってる感じなんで、もう一段施工してやっていきたいと思います。一応メインのこれ両方をやってみたいと思います。では、施工していきますね。これは4つ配置してあれを乗せて、これをこのように乗っけるだけです。だから時間的にはそんなにかからないとは思うんですけど、はい、それでは、完成しました。叩いてみたいと思います。ここがね、まあ、計11センチ上がったんで、結構圧迫感は出ましたけど、まあ、ヒールアップから、まあ実際こう思いっきり叩くと基本的に騒音って難しいと思うんですけど、まあ、ジャズのヒールダウンぐらいで、これはだったらこうゴロゴロっていう音自体が増えたんですけどね、その分下に、あんまり伝わってないということを願って、で最後のはい、という形で、検証してみたいと思います。はい、私のうちなりの結果を、発表ですね。まあ、防音前ですね、ドラムの部屋に関してはロックで叩くと82ぐらいなんですね。これって、まあ82だとだいたいそのパチンコ屋の店内想像しいですよね。あと救急車のサイレンぐらいの音量なので、かなり爆音な感じがしますね。ジャズだと、70ぐらいで、メッシュのみだと65ぐらいっていう感じですね。70ぐらいだと想像しい事務所っていう風に書いたり、セミの鳴き声って書いてあるので、だいたいそれぐらいなのかな。60代だと、まあ、乗用車の、車内とか、デパートの中ぐらいだと思うんですね。で、僕が調べた中だと、だいたいそのピアノの音の防音室で隣の部屋に対して60デシベルだとちょっとうるさいから45ぐらいにしたいみたいな感じだったので、40ぐらいに抑えれたらかなりいいかなっていう感覚なんですね。そうすると隣の部屋に関しては、まあ、ロックでも43、まあ、横に対してはさほどそこまで多分いかないんだなっていうのがやっぱ今回の結果ですね。で、ジャズだと38、メッシュのみだと34ぐらいで、下の部屋だとこれ見ると分かるんですけど68なんですね。まあ、だから68だとかなりうるさいですよね。想像しい事務所ぐらいの感じですよね。でジャズでも56、50ぐらいなんですね。でスノコと板を入れてみるとですね、隣の部屋に関してはほぼほぼ変化がなかったですね。で下の部屋に関してはまあ若干
3か、まあほぼほぼ変わってないみたいな感じで 5デシベルぐらい下がるかなって感じですね。やっぱバランスボールを入れてみるとですね、82同じところからですね、隣の部屋38、あちょっとボーンされたかな、こう隣の部屋でだいたい2デシベルか、まあ、5デシベルぐらい最大下がるかなみたいな。下がやっぱりガクッと下がりますね、53になったので、下の部屋が68から53なので、かなり13デシベルぐらい、この58から47で10デシベル以上、ここも、ここまあ5デシベル6デシベルですけど、まあ、全体的に50デシベル以下に抑えて、45だとさっき、大丈夫だっていうことなので、まあ静かに叩けばかなり、防音効果的にはいいですし、まあまあ大きめに叩いても昼間だったら平気なぐらいの数値じゃないかなって感じはしましたね。なので、施工するとしたらやっぱりこのバスマットでクッションぐらいだとやっぱりなかなか全然ダメで、やっぱりこうやってグラグラ、イメージ的には僕今回思ったんですけど、やっぱバスマットだとこうしっかりしてるんですけど、バランスボールだとこうグラッと揺れるんですね。揺れるからガラガラガラって音がプラスされて、この部屋自体はなんか不安定だしどうなのかなと思ったんですけど、下にはものすごく振動効果があるっぽいんですね。なのでやってみる価値はあるかなと思います。今回、施工した金額に関しては、こちらですので1万円以内で僕できたの でもしかしたらこのバランスボールは僕もう2つ足せば多分安定もするし、もうちょっとクッション性があるんじゃないかな。でスノコ自体は別にもう外してしまっても、多分ここまで効果がないんであれば外してしまっても全然構わないのかなっていうふうにちょっと思っております。なのでちょっと高いんであればスノコは外してバランスボール2つ足すぐらいで、板と板にこう、バランスボール挟んであげるっていうのはすごくいいかもしれないですね。はい、ということで検証しましたが、これ結構自家製でやってもこんだけ、防音効果あるんだったら、1万円以内で効果があるんであればやってみてもいいかなとは思います。ただ僕の場合はこれかなりちっちゃい、一番ちっちゃいタイプのやつで90-90でいけたんですけど、普通はだいたい1件って言ってこれの倍いるので、値段的にもバランスボールはもう2つは少なくとも欲しいですから、まあ1万5000円ぐらいにはなるかもしれないですね。でも、まあ、試してみる価値は非常にあるかなと思いますので、ぜひ、もし考えてらっしゃる方、実際に施工する時間自体は本当にね、本当に買ってきたやつをこう置いて設置して上に置くだけですから全然大丈夫かなと思います。他の方も YouTube でやってる方も、あの鉄の板とかね、実際買ってきてやってらっしゃる方もあります。鉄の板の方がこれ例えばこれだとメリッメリッって言ってちょっと怖いですね、上に乗れないなって感じがしたので、鉄の板の方が絶対いいと思うし、まあ重みもあるから、もし鉄の板が買えれば全然いいのかなと思う。あのホームセンターの方でもね、鉄の板も切ってくれるので、ちょうど一軒の長さで行けばそんなに切ることもないので全然いけるかなとは思います。なので、試してみる価値は非常にあると思いますので、ぜひやってみてください。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。